山口さんはコートは何着持ってますか？コート持ってないです。え、ちょっと待ってください。一番厚い上着はコートじゃないんですか？ないです。一番厚いのは何でしょう？あ、いつもお話しさせていただいておりますおじさんジャンパーです。ジャンパーだと昨日とか寒くなかったですか？あ、昨日の帰り、あ、めっちゃ寒かったです。寒いや、買った方がいいです。めっちゃ寒かったですよじゃないんですよ。いやいやいや、もう極寒でしたね。え、それで本当によく風邪をひかないなと思ってまして、もうこれで しばしやっておりますんで。だって芯から割と冷えませんか？昨日の気温でジャンパーはもう冷えまくりました。そうですよね、はい、もうあの上どころかもう顔も手足も、そうですよね、冷えでしたけど。買わないんですか厚手のものは？いや、まあいいかな。え、なんかこう、あ、まあそうですね、まあ、春物も出てきてるので、うん、どっちかというと春っぽいものとかも欲しくなりますので。そうですよねって言いながら欲しくなるのかなって思いがいます。いや、あんまりやっぱりここまで、ね、もう大丈夫だったんで。あ、でも今年というかこの冬の最初はそろそろくたびれてきたんで買い替えようかな。寒いからじゃないです、ないんです、そろそろ行くかということを考えておったんですけども、こう日が経つにつれね、どんどん、あ、1月、あ、2月、あ、もう3月近いと、じゃあ行っかってなっちゃうんです。それでまた冬が終わっていくわけです、うん、そうです、そうです、そうです。あら、もう月日の経つのは早いもん。いや、本当そうですね、いやいや、今アウトレットで、ね、来年用が安いですよと。アウトレットすぐ近くですよ、山口さん。ああ、ありますよね。行ったことあります？ないです。いやいや、あの、本当すぐ近くなんですよ、スタジオから、うん、駅の反対側でも、うん、駅直結って感じなので、うん、はいはいはい、おそらく今ここの階にいる皆さん、うん、一度は行ったことがあると思う、山口さんだけですよ、きっと。逆に、え、ありますよね、スタッフさんも。ほら、ありますよ、衝撃衝撃です。来年のためにちょっとあったかいのを一着買っておくと、うん、そうですね、快適度が変わるんじゃないですか。まあそうですね、うん、まあ、一度考えてみます。ぜひ前向きに検討はいたします。はい、あと、あの、美味しいパン屋さんがあるので、ぜひジャンパーを、ジャンパーは買っちゃダメですね、ジャンパーをお持ちですね、コートを買った後はパンを買って帰ってください。パンですよ。そんな嫌ですか、パン買うの。いや、なんかもうね、目的のものを買ったらすぐ帰って、すぐパン屋さん、すぐですよ。全く寄り道しないです。もうトングももうお店入った瞬間取って、あれ。まあ強制はしないです、はい、はい。ただ、今後もね、まだこの時期らしい寒さが続きますもんね。そうですよね、はい、皆さんもどうぞ気をつけてお過ごしください。では、この後もよろしくお願いします。